どうもー、えー、今日はででですすねね、えー、週間に1回の、えー、アルルコールを飲飲める日日ととといいいいうことで、ねえー、飲んでいきたいと思います今日もいつものようにこのハイボールですね、ティーチャーズで作ったハイボール、えー、ラフロイグまではまだちょっと時間がかかるかなというところですけども、とりあえず今のところはティーチャーズでこう楽しみたいと思い、ハイボールを楽しみたいと思います。じゃあいただきます。 1>, あ1週間ぶりのお酒うまいですねほんでえー、週1週間に2回ね2日間飲んでたんですけどもそれを、えー、1日にしてこ,これで2週目ですね2週目の週1回の、えー、アルコールに変えて2週目なんですけどもまあまああのえっ、ー、とこっちの方がね週1回のお酒の方がまあ体調的にもいろんな意味でこういいんで えー、このペースでこうちょっと行こうかなというふうにちょっと思っておりますまあ臨機応変には行きますけどもまあまああのー、やっぱ休日がねえー、やっぱ2日2日ぐいまで行かなくてもそのちょっと体がしんどい状態で動くんではなくてですねえー、シラフというかその酒を飲まない状態で活動できるんで結構こう活動的にできるとそれそれで逆にオーバーワークになってしんどいなって今日なんかしんどいなってましたけどねまあまあ ここれはこれはでいいいかなと思いますで今日はこれですねこの日本酒をちょっと開けてみたいと思いますえー、ジンベエですね信濃屋ジンベエ大吟醸ですね信濃屋ジンベエ大吟醸これはですねえー、先週ですねえー、近所のリカマンに行ってですねそこでこういつものようにこうビールと、えー まあ家族の父親のねビールとですね、あと自分のティーチャーズを買ったときにね、店員さんにね、どうですかって言って、ジンビームをこう勧められたんですけども、ジンビームを勧められたんですが、ジンビームはちょっとえティーチャーズを買ってるから、いらない、といいらないちょっとええかなーって言ってたら、横にね、おすすめとしてこうジンビームが置いてあってあ、日本酒をね、僕買おうと思ってたんで、あ これなんですかって聞いてたら、これも美味しいあの日本酒で大吟醸ですって言わはったんで、あ、ほんと、ね、1500円ぐらいやったんかなならな買いますということで買いました。ほんでね、えー、ラベルをこれめくったらね、珍味が当たりますって言って、チーズですね。チーズかまぼこみたいなが当たっがた当たるんですけども、これ引いたら当たった当たりが出たんですよ。ほんでね、えー、瓶にね、大当たり、瓶に大当たりが書いてると、 え何、ー、ていうんですか2杯目あにゃもう1本これがもらえるということなんですけどもえーっとこれはどういうことやろう何も書いてないけどなまあまあこれは当たりではないということですねこれやとね まあしょうがないです。まあまあ、これこれはこれで楽しみましょう。えー、シナノヤ屋ジンベエですね。シナノ屋ジンベエちょっと初めて。あまあまあ、リカマンで、えー、1500円やから、そこそこの値段ではないでしょうかね。4合瓶でね。お、この音、この音聞こえますかこの音がいいですね。最初のね、最初飲む時のこの味がいい。ジンベエいただきます。 ああ、透き通った味やな。これは、なかなか飲みやすい味ですね。えー、これは、ちょっと見てみましょう。あ、おいしいのはおいしいですね。うん。飲みやすい。ものすごい飲みやすいですね。飲みやすい日本酒ですね。ああ、これ調子乗ったらガンガン飲んでしまうパターンですね。長野県ですね。 ななかなかいいんじゃないでしょうかこれなかなか美味しいんではないでしょうかうんいいですねえー、製造,年月,日が、えー、製造年,年月ですね2021年6月ともすごい新しいこれですね2021年6月ということで、えー、これはなかなか美味しいのをいただきましたうん うん、辛口ですかね辛口なのかなこれは、うん、僕は甘口の方が結構好きなんですけども、まあ、辛口は辛口でまあまあいいかなというところでこれちょっと開けるとねこうやってチ味ミープレゼントってこう当,た当たりましたって出たんですね当たって結構当たりがよく出るんかもしれないですけど当たりでほんで、えー、まあまああのチーズチーズのなんかこうチータラやチーズって たらみたいなやつですね美味しかったですね昨日ちょっと、えー、お酒飲んでなかったんですけど、えー、ご飯食べた後ちょっとこうつまみでちょっと食べましたね、うん、なかなかうまいあいいですねこれなかなかいい味やな信濃屋ジンベですねこれは当たりではないんですねまあまあいいですけど、うん、そして今日の おつまみはいつも通りですね、これ見えますかね。にんにくですしそ,しそにんにく、これ結構僕好きなんですしそにんにくと、えー、らっきょと、えー、キムチと今日はもう、えー、あっさりしてます。というのはね、えー、今日は僕は、えー、晩ご飯を作らずにですね、は、え、ま、ー、寿司の持ち帰りをこう注文して。 1か月に1回の楽しみでね、えー、家族も楽しみにしてくれてるんですけども、で3人前でね、2700円ぐらいかな。結局3人前で2700円ぐらい、1人900円ぐらいのもんなんで、これをまあまあ、あの僕が、えー、ささやかながら家族にこう、えー、いつもこう手伝っていただいてるんで、こう俺の意味を込めてね、えー、ご馳走すると。 いうところでですねでこれは基本的には月1回はま、えー、寿司を頼んでいると。で僕はその百均っていうかその回転寿司の中でいうとはま寿司派というかはま寿司が僕一番好きなんですスシローとかねくら、えー、寿司とか。 かっぱ寿司とかいろいろあるんですけどもその中でなんかはま寿司を食べた時においしいなと思ってこう新鮮な感じがちょっとしたんですね、えー、自分の勝手な感覚ですけど僕の勝手な感覚ですけどそう思ったんで、えー、それからはま寿司派になって、えーまあ、コロナ前とかよく食べに行ってたんですけどもはま、えー、寿司にこう昼食べに行ってで平日僕が木曜日が休みなんで1、あのー、皿90円。 で消費税込みで98円99円の値段で一、えー、皿が食べれるというこはま寿司は値段も安いし味も、えー、美味しく感じたということではま、えー、寿司にしているということですね。うん、で今週はですね僕は5年ぶりにこう免許更新ですね。えー、免許更新に きました僕は7月が誕生日まだ誕生日来てないですけども、えー、7月が誕生日なんで、えー、まあ、1ヶ月前ですね、えー、にこう免許更新のそのお知らせというか来たんで、えー、いつ行こうかなと思ってほんで、えー、行ってきました、うん、で僕はその5年前にこう受けてるんですけどもその免許更新をね、えー、その時もこう無事故無違反やったんですねその え更新の時に無事故無違反でえ免許更新をしたその前の時の免許更新がね無事故無違反で更新してでそれまではねこうシートベルトとかなんやかんやでこう何か違反をこう違反切符切られてた状態がずっと続いてたんですけども初めて無事故無違反でえ免許更新に行ってほんでえ講習がね30分で終わるということで。 初めてのこう経験で初めて30分で終わったその心地よさをこう感じてですねこれはやっぱりねあの無事故無違反で自分が来たことのご褒美がここでこう与えられたという感覚にこうなってですねもう30分ですぐもう免許もらえてですねえすぐに帰れるっていうこの何とも言えへんこう状態状態っていうかそのことを味わったんでね これはいいぞとやっぱりその無事故無違反でこう過ごすっていうことのこう良さというかねそういうものをこう感じましたねで今回ですねまた無事故無違反で5年間、えー、無事故無違反で、えー、免許更新したんでまだ30分のこう免許更新でそれはこう2回目やったんでまあまあ そこまでその短いことにその動向っていうのはなかったんですけどもその,その中でこう SD カードっていうのを発行しますよとこう免許センターでこう言っておられてですねほんで、えー、SD カードを持つとですねそのいろんなこうお店の割引やったりこう旅,館旅館とかこうホテルとか泊まった時の割引とかねそういういろんなこう特典があると。 いうこともあって、こうどうですか ?SD カード発行しませんかということやったんですけども、そのえ僕の中でその割引は別にどうでもよかったんですけども、その SD カードを持つことがこう自分のステータスになるなと思ったんですね。で、ランクがあってね、いろいろランクが分かれててですね、その何年間無事故無違反やと、この色。 何とかカードなんと SD カードの中でこう種類が分かれてて僕の場合え10年以上ですね10年以上20年未満からどっかわかんないですけど結構上の方のこう無事故無違反の SD カードをもらえるということで一応670円はかかるんですけどもこれは僕持とうと思ってほんであまりその申し込んでる人少なかったですけどもその無事故無違反 の人ら僕らの教室は無事故無違反の人らばっかりでそれも5年以上無事故無違反で居張る人が全員集まった、えー、教室やったんですけどもそこでこう SD カード発行してる人は少なかったんですけども僕はもうこれを発行したいと670円払って発行したいとでそれをこう SD カードとこう自慢するじゃないですけども、えー、誰でもできることじゃないんでねその10年以上こう無事故無違反で居てるっていう。 え自分のこう安全運転をねこう誇りに思いたいなと思ってこう SD カードを買おうと思ってあの発行しようと思ってで買ったと買ったじゃないあの申し込んだと670円払ってねでその僕は無事故無違反の,その教室に入ってですねそののまあまあああ 講習を,を受けるともう30分もあっという間なんですけどもそれしてた時にこの教室にいる人みんな5年以上無事故無違反でいる人の集まりなんやなと思ったんですねで僕の場合だと10年以上ですけども10年以上の人もいるし20年以上の人もいるでしょうけども、えー、そういう人の集まりの中にいる自分っていうのがねすごくこう,こう誇らしくというかね、えー、そういう風にちょっと感じましたね。うん、だから えー、乱暴な運転もしないしこう安全運転で車間距離も取りっていうことをこうしたことによってその、まあ、運転の,その頻度もまあそこまで多くはないですけどねそのお店をやっててその、まあ、週2回多くても3回、えー、多い少ない時だと週1回しか運転しないんですけども。 えー、そ,その中でもですねすごくこう安全運転を気をつけて、えー、いろんな可能性を考えながらこう考えながらいうかそのここはちょっと死角になるからゆっくり行こうとかそういうのを考えながらこう運転してるんで極力その事故に遭いにくいようにはしてます。でどうしても会う時はしゃあないですけども基本的にはこう事故に遭わないようにこう自分が動い,て動いていた結果 えそういう無事故無違反でこうゴールドカードで SD カード10年以上のランクの SD カードを自分が手に入れられる状態になっているということとその教室みんながそういう人らばっかりということでなんかねなんとなく雰囲気的にこう落ち着いたえ教室の雰囲気エネルギーのこう雰囲気があるような感じは僕は受けましたね。 そういう中にこうどっちかというと大人な感じの人らのこう集まりにえ僕が入ってるということでえ自分がそういう中にいるんやなということをちょっとこうしみじみとちょっと思ったというかねえそういうことを思いましたそれとですねあと5年に1回こう免許更新でこういう講習を受けるのはこれはこれでいいなっていうふうに思いましたそのでこうん こういうことをすると、えー、こういう罰則がありますよとか、えー、こういうことも罰則になるんですよとかあと、えー、このマークは、えー、こういう意味がありますよっていうのが軽くね動画を15分ぐらい見なあかんっていうか見るんですけどもその中でこう分かったりしてですねひひしし形形のの白いこうひし形のね 白いマークがこう2個ぐらいこう並んでるところ行くとその先にはこう横断歩道があるっていうのとかですねそういうのってひし形をこう何気に見てるんでしょうけどもその先にこう横断歩道があるっていうことをこう分かっていなかったというかそのあまりこう意識してなかったんですけどもえーそういうマークなんやなとかですねその車間距離はこれぐらい開けておかないといけないとかですね えこういう可能性こういうことで事故,事故が起きる可能性があるとかそういうことをこうえ知ることができてですね良かったで改めてやっぱこう安全運転のこう大事さっていうかねその後悔先に立たずでしたっけその後悔するようなことがないようにこう普段からこう気をつけて運転するというかねその 後悔一瞬のこう何て言うかこう適当なねこう自分のこう行,動に行動によってですねこうずっと後悔ねあの人生ずっと後悔し続けなあかんようなことがあるっていうのがねちょっとこうある可能性があるということでそこをこうちょっと気を引き締めるじゃないですけどやっぱりこう安全運転っていうのが何,が何があっても安全運転がいいっていうのがこう講習を受けることによってこう実感できるというか。 そういうのを思いいの思ましたほんで、えー、父親もねもう80になってですねであのー、安全運転講習な何やったかななんか忘れましたけどその、えー、結構高齢なんでこう3年に1回かなその、ちゃんとこう認知症テストもあるしそのしっかりとした運転のそういうね、判断ちゃんとできるかっていうそういう講習があるんですけども。 もう、えー、次来たらですね免許を返納するとこう言ってくれたこれが僕はすごくありがたいなと思ってますその、えー、父親確かにねこう若い時から運動神経もよくこう車の運転もうまいしあのそうやって過ごしてきたんですけどもやっぱ80になると何があるかわからん、えー、40代の僕と80代の父親、えー、父親の方が運動神経はいいかもしれないですけども やっぱり僕がこう40代の僕がこう安全運転してるのと80代の父親がこう運転してるのはこうちょっと差があると思うんですよね。で,できればやっぱ運転してほしくないでもこう運,転運転をするっていうんであればあのたまにはというか頻繁にじゃないけどそれなりにこう運転に慣れておいてほしいなと思って。 えー、自分が運転した方が安全やなと思いながらも父親に運転してもらってこうやってもらうっていうことがあったんですけども一応それをこうほとんどが僕がこう、えー、カバーしてることもあるんですねちょっと病院、えー、市外大の病院に行ったりとかね、えー、そういうことがあると僕がこう、えー、送ってほんで帰りはバスで帰ってきたりとかこうしてますけども行き、えー、は僕が送ってとか。 あと何か違うところをこう行くことであってもこう休みの日にそれを重ねてもらって僕がえその店までこう運転してですねで買い物のようを済ませてですねで僕が送り返すという形ですね家までえそういうことをしてるんでですねえまあ僕がいることでまあまああのそんな車運転手にそれでいろいろこう やっぱ80を超えるところが僕は境目やと思うんでえ免許返納してくれるといいなと思いながらえまあ本人さんのねそのやっぱりこうやっぱりそのなかなかこう返納するっていうのはこう一つねえ一応ちょっと勇気がいることやと思うんでえ本人さんにこう任してたんですけどもえ免許返納してもいいかなということを言ってくれたんでえちょっとホッとしてるというか。 で、えー、あとね、僕がすべてもあとはカバーするんで、えー、何かあって、まあ、今で言うと、父親が運転するので言うと、えー、お米をね、こう精米しに行くときにね、えー、むちゃくちゃ近い場所なんですその時米をね、えー、車に乗せて、そこまで精米場まで運んで、で精米して帰ってくる。その えー、時間でいうと5分かからない場所なんですけども、えー、その時にちょっと車の運転をしてるそれぐらいなんですけどもで次のこう免許更新まではそれをやって,やってもらってそのあと、えー、狭い行く時は僕が運転してこう、えー、狭いをする形だから、えー、休みの日にそれをこうするような形、まあ、木曜日ですね、えー、する形でこうやっていくことですね。 でだから来年多分来年免許更新になると思うんですけども免許更新っていうかそういう例があると思うんですけどもそこで免許返納するんでそこから僕が、えー、精米もこうやる形になると、うん、それで全然いいかなというふうに思ってますで、えー、どう考えても僕が運転した方がいいんで、うん、そうですねだからそれでちょっとまあいいことそう免許更新に いいろいろやっぱりこう自分が、えー、無,ー無事故無違反でいたことによったいろんなことのメリットなりをこう知る改めて知ることと5年間こうやっぱ5年間に1回そういう免許更新のこう講習があることの意味とかですねあと父親がそういうことをこう自分なりにこう自分なりにこう考えてその免許返納でいいかと思ってくれたこととかね。 えー、あとはこうコロナワクチンの、ねえー、副反応が今のところはです,ですけども、えー、両親ともこう、えー、副反応はないと、えー、元気な状態でいてくれてる、まあ、2年後3年後どうなるかっていうのはそれいろいろ言われてますけどもそ,のそれを言ってもしょうがないんでとりあえず2人が2回こうワクチンでを受けて、えー、大丈夫な状態であったっていうことがこうまあまあ かったといろんな意味でこういろんなことがまあ良かったなと思うことがこう続いているとあとはもう僕自身のことで言うとそのえっ、ー、とお店のね売り上げ的に言うとなかなかちょっとこう今ちょっとこう先週なんかは厳しい状態ではありました厳しい状態ではありましたけども、えー、全体的にこう父親のこととかいろんなことを見てると全体的にはやっぱりかった 周囲になったかなと思ってるんでそれはそれでで、えー、僕自身は僕自身で頑張っていってこう挽回していけばいいだけの話なんで、えー、それ自体はね、えー、それでいいしまあまああのまずねだからその両親の,その健康面ですねもちろんその、えー、人間っていうのはこう必ず死ぬというか100%死ぬ死ぬんで。 え父親母親ねあのいつまでも長生き元気で長生きしてほしいですけどもそれは別れは来るということでうんそれまでにこう僕はこうえできる限りの親孝行というかそういうできることはこうしていきたいと思って今やってますけどもそのねもうちょっとお金を稼いで。 えー、もうちょっとというかもうだいぶですねもう3ランク上、えー、10ランク上ぐらいですかね、えー、稼いでいってですね、えー、両親にこういい思いもう,こうお金でいい思いできる思いもこう、えー、味わってもらいたいなとは思ってますねその辺までこうできればまあまあ、えー、いいかなというところですねあとは父親のねその腰痛ですね その腰痛を、えー、もうちょっと緩和できるといいかなと思ってます。えー、近所のねその整形外科にこうリハビリというかね、えー、理学療法士さんに見てもらってやってもらってるのと、えー、僕が一応1週間に1回こう施術してるのとかいろいろやっって。 ってるんですけども本人も自分ででやってるんですけどなななかなかねその改善しない本人はねある程度諦めてるところがあるんですけども僕は諦めてなくてですね、えー、あの諦めなければその腰痛年、えー、やからしゃあないっていうんじゃなくてこう緩和できるんじゃないかなというふうにも思ってますし。うん で整形外科の人でこうずっとこうしっかり行ってるけども全然治らへんということで痛みが取れへんということでな、えー、自分でねこう整通してこうなんとか糸口、ね、を見つけてねこう腰痛をこう和らげてですねほんでこう休みの日にどっかこう連れていった時にこう普通に歩けるようなね 状態に戻しでももともと父親なんかはこう運動神経よくて僕なんかより数段こう運動神経良かったんであのそういうのも知ってるしそのもちろん若い時は僕はあんまり子供やったんで覚えてないですけども、えー、それなりのこ,うことができた人間なんで。 えー、ある程度ねこう歩けないっていうのはそ,そういう運動,神経がに運動神経がいい人間がですね腰痛でこう歩くのがこうままならんというかこう休憩しながら歩かなあかんっていうのはそれはそれでつらい、えー、気持ちになる本人はこうある程度認めてこうやってますけどもそこはこう取り除いてやりたいなと自分もこうボディケアそアそういうね えー、プロとしてねこうやってるんでそこはこう取り除く状態、えー、はしたいなと思います。その整形外科とかそういうとこでは直せなくてもですね、えー、あっちの方がその専門的にはこう、えー、地位的にはねこうお医者さんであったりこう理学療法士さんというのは、えー、僕よりもこう立場上で。 世間的には上ですけどもそこをこう気持ちと、えー、自分の情熱となんとかしてやりたいという気持ちとか、えー、そういうこととあと。 すごく僕は勉強して努力努力をする努力家というかそういうところと、えー、いろんなことを思い切っていろいろ試すこととあとは父親がこう自分でこういろいろこう自分で改善しようと思っていろんなことをこう取り組むこととかいろんなことで,こうでもちろんその整形外科のリ学療リ士さんにもこう頼りながらですねこうやっていってですね、えー、腰痛をこう緩和して和らげてやりたいと、うん、それができればですね うん、でこういう気持ちっていうのはこうえ我慢性をねこう,ねこう認めてこう来てくれてるお客さんにも同じことが言えてですねなんとかこう和らげてこう痛みや難題がある人はこう和らげたいなと思ってます、えーまあ、お客さんによってはそこまで求めてない人もいるかもしれないんでおせっかいかもしれないですけども僕はやっぱりそこまでこうやっていくと。 いうところではありますねだからその中途半端な感じやとなかなかこっちもねこう関わり合いがこう難しくなってきますけれどもやっぱがっつりこう信用してくれてる人それなりにこうえ認めてくれてる人気に入ってくれてる人に関してはねやっぱりしっかりとこう責任というか責任というかそのえ僕はどうにか。 こう楽になっても,もらいたいという気持ちがあるんでやっぱり毎日こう日々勉強ですよねをしていく形になりますね。うん、まあ、当たり前のことですけどね、うん、何でもかんでも気持ちとかそういうことでこうなんとかなるとは思ってませんけどもあのー、気持ちって大事やと思うんでそこがこう。 体を通してて伝わっていくそのことによってこう改善する可能性はあると。で、えー、僕もこうエネルギー高める、健康エネルギーを高めてですね、どん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 健康力を上げていって、その、そういう僕がこう、施術することによって、えー、相手にこう指先からこう伝わるものがあって、それによって改善することがあったりとか、えー、僕自身のこう、 エネルギーの高さによってこう相手がこう楽になるようなことがあったりとか、そういうことでこうなっていけばいいとは思ってます。うん。だから技術の知識論がえーこれからどんどん高めていきますけども、他の生態系さんとかよりもこう劣っていたとしてもですね、それをカバーできるえぐらいのこう。 えー、自分のこれからもどんどん高めていきますし、えー、そういうことで良、えー、くなってもらえればいいかなと、うん、いうふうに思いますやっぱ気持ち大事やと思いますねもともと根本の気持ちね、うん、そこがねまあえー、どっちしろ生涯 をこうやっているとこうやっぱり自分との戦いというかねえそういうことを思いますねえ自分基本的にねやっぱりえ自分との戦いですねどこまでえやるかっていうところですねうん妥協するとこはせなあかんのかもしれないけどなるべく妥協しない状態で やっていいくというかね、うん、それでいいんじゃないかなと思ってます、うん。それでこそおもろいんかなというふうにねう思うんで、うんまあうん、まあまあまあ頑張るしかないですね。頑張るというかまあ努力というかね努力のこう面白さみたいなもん自分でこう。 分かってるんでねもうそれをこうやっていくというかねだからもう1週間の1回のお酒でもう十分かなというふうに思いますうんあとはこう脳をねフル回転させてこう自分のこうパフォーマンス活動パフォーマンスを上げていくということですね、えー、そののためにここううう酒っっていうのはやっぱりこう えー、マイナスのところがかなり大きいんで、多いんで、こう脳のダメージとかいろんなことでね、えー、多いんで、やっぱり1週間に1回、2回は前まで2回飲んで当たり前のように2回飲んでましたけども、やっぱり2回は多かったですね、こう1回で十分ですね。で、これがどんどん進んでいくと、2週間に1回になるかもしれないです。2週間で1回でいいわっていうふうになるかもしれないですね。その代わりお酒はどんどんどん,どんこう弱くはなるだろうと。 いいうふうふに思いますけどね、うん、ということでえー、あー時間が、うん、あまあまあそんなにむちゃくちゃ、えー、深い時間ではないですけどもねまだね、うん、まあでもこのあとはね、えー、ゆっくりドラマでも見て、えー、ふわふわしながらですねあとはま、うん、寿司をねはま寿司の、えー、お寿司を堪能して。 でお酒を飲んで気絶するように寝て、えー、思いっきり寝てですね明日に備えようかなというふうに思いますということで今週のぼやきこんな感じですどうもありがとうございます。